今日は晴れですね。さすがゆかりさんが晴れ女なだけあります。漁港の手前味噌を並べてもしゃあないですね。さてさて、味噌が特産品の竹豊町よりこんにちは。今日は、愛知の知多半島から伸びる路線、竹豊線に乗りましょう。竹豊線は、同じく愛知の大府駅までの 19.3km を結ぶ路線。手書き履歴書を供用する企業の器並みに、小さな小さな路線ですが、実は、愛知県内で最初に開通した、135年の歴史を持つ、由緒ある路線です。名古屋地区が乗り放題になる特権の紙ペラを片手に、いざ駅構内へ。で、竹豊駅に侵入したんですが、竹豊線の歴史が思いっきり抹消されていました。となると語ることがなくなります。ご視聴ありがとうございます。集中旅客サービスシステムを名目に、無人化された終着駅の改札に入ります。自動改札の事務的な音が、どこか寂しいです。列車は2両ワンマンで、形式は、これ形式言う必要性あります？一応言っておきますと、313系ですね。1300番台、関東人の知らない転換クロスシートを備え付けた、電車です。大事な部分は二度言います。電車です。んじゃ竹豊駅発車。終点まで、だいたい30分くらいかかるそうです。長くない路線なので、とっとと説明パートに入りましょう。先ほど、竹豊線は、愛知一古い路線とか言った気がします。それもそのはずです。だって竹豊線は、あの東海道線を東海エリアに敷くために作られた路線だからです。話は1885年に遡ります。東海道線が、まだ、東京から横浜、神戸から大垣までしか開業しておらず、民衆が新聞とかいうジャーナリズムの本へ、てか猛毒に手を染め始めた頃、鉄道局はまだ、東西の大動脈のルートを、東海道にする？中山道にする？とかって迷ってました。しかし鉄道局からしてみれば、とっとと線路を敷きたい気持ちが山々でした。そこで、ルートの決定すらしてないのに、名古屋近辺からも線路を敷くことを考えます。で、レールの運び方なんですが、船で運んで、港で引き上げる方法を取りました。今後張り巡らされる鉄道敷設のために、舟運が使われているあたり、ややひどい下克上の片鱗を見た気がしますが、それはさておいて、資材を運ぶにしたって、引き上げる港が必要です。しかし名古屋港の前身、厚手港は浅い。すぐ喉飴を買い占める人の思考並みに浅い。そういうわけで、大型船が入れずじまい。そこで、四日市港を中継点にすることを考えます。ところで、三重と愛知の間って、でかい川が3つほど貫いてませんでしたっけ？そうした基礎山線と、工期や工費のせいで、四日市案は没に、いろいろ考えた結果、竹豊港がいいよねとなりまして、竹豊線の建設が決まりました。そこからの建設は爆速でした。竹豊港から、厚田までの 30km ちょいを敷設することになったんですが、7ヶ月くらいで、パパッと工事を終わらせ、開業までこぎつけてしまいます。この時、資材運搬に飽き足らず、旅客輸送もやっちゃうことを目論みます。食産工業だの文明開化だのにかまけとかは知りませんが、明治人は随分欲深かったもんです。ともかく、線路は北へ伸びていく、木曽川駅という、愛知と岐阜の県境すれすれまでたどり着きます。そんな1886年の夏、内閣では、欧州の猿の根で、選ぶりたい人たちが集まって、もうルートは東海道にするの、って決めました。そうなると、ただの一運搬路線だった。竹豊線の役目も変わりまして、東海道線と竹豊線との分岐駅として、大府駅を設置したんですが、大府から北の一部区間は、東海道線という守護幹線へと変貌を遂げます。その一方で、大府より南は、東海道線の支線という扱いを受けます。同じ路線だったはずなのに、大府を境に、何と言いますか、自称アットホームな職場と同じくらい、穏やかなムードになりました。それから東海道線が全線開業した後、大仕事を終えた竹豊駅は、内陸の方に移転。これで竹豊港を使った資材輸送の終了。と思ったら、1930年ぐらいになって、急に竹豊駅から竹豊港駅までの貨物線が開業。その優柔不断な貨物支線は35年ぽっちで廃止されるのですが、竹豊線の貨物輸送自体は今も残ってます。今、右に逸れて線路が伸びていくのが見えたと思いますが、あれは、絹浦臨海鉄道の半田線っていう、ここ東奈良から工業地帯につながる、山積貨物線、ここら半田市の一帯、竹豊線より東側の海沿いには、ゴリゴリに工場が広がっています。母なる大地に対する反抗期を患いつつ、鉄鋼やら自動車やらを生産しています。そんな先端ぶってる半田市の中心部まで来たわけですが、半田駅には、JR 一古い古戦橋があるらしいです。なんでも、110年前、明治時代からある古戦橋で、同じ場所で使い続けられた中では日本一、車内からも見えると思いますが、どうでしょう？あったけど、不穏なことになってる。どうやら、半田駅では高架化事業が進められているみたいです。それで仮駅舎が使われるようになるため、あの古戦橋は、2021年の6月に役目を終えたんだとか、半田市としては、解体はせず、駅前広場に置いておきたいそうで、
ちょっと安心。でもわかりませんよ。デート代おごるおごらない論争みたいに、市が移設代出すか出さないかで揉めて、最終的にやっぱ取り壊すわってなる可能性ないですか？ないといいですけどね。うん。さてさて、お次は奥川駅。名鉄との客取り合戦エリアはこの辺りで終わりでしょうか？あ、名鉄について言ってませんでしたが、知多半島を概ねカバーする形で名鉄講和線が竹豊のさらに南まで伸びているんです。で、それが竹豊駅から半田駅のあたりまでルートが被っていて統合になってるんですが、名鉄は単中距離の運賃が高めなので、ぶっちゃけ JR と運賃の差はほぼありません。名古屋に行くんだったら直中一本で行けて本数も多い名鉄の方が上かな。でも岡崎とかの愛知東部に用があるなら JR の方が安くて楽です。もっとも名鉄は次のダイヤ改正で講和線を毎時6本から4本に削減予定とのことらしく、知多半島には地は多いけど人が少なくなってきているのが察せます。でもどっかのやなんとか知恵袋みたいに地が多くないだけまだマシですか？ただし竹豊線サイドの利用客は長い目で見ればそこそこで、1980年ぐらいと2019年くらいを比べると利用客は2倍近くにまで上りました。さすが名古屋、首都になったことなんて一回もないくせに金のシャチホコに物を言わせてるだけあります。一応国鉄から JR になって新型機動車の導入をしたり増便したり、決して和やかでないせわしい名古屋のムードに合わせてきました。そんな輸送のやりくりを最近大きく変えたのが電化。以前まで竹豊線は非電化でした。でも愛知県内の旅客列車は基本的に電車です。どっかの J 北線を除いて。で、電化の理由なんですが、朝晩には東海道線への直通列車もあるため車両運用を効率的にしたいってこと。まあ他路線の国鉄型機動車を殲滅するぞーっていう理由もありそうですが、あとは環境負荷騒音の改善とかも目的にしつつ、2015年に電化工事が終わったそう。ちなみに既存路線の電化は JR 東海初です。あ、313系の常備もこの時さらに行われました。ツリーマッチパズルのアプリのごとく増殖していった313系、JR 東海の顔となったこの車両はいつまで残るでしょうか？それとも最も国鉄らしい JR のだけあって313系を313系で置き換えとかあるんでしょうか？冗談はこのぐらいにいたしまして、列車は亀崎駅を出ました。日本最古の駅舎があるらしいのですが、取り損ねるやば、遺産より未来だとか言って躍起になってる街づくり歴史壊しの連中も、開発の手はここまで及ぼさなかったようで一目見てみたかったのですけど、残念。そういう余談はさておきまして、列車は東浦駅を出発。さっき出てきた鬼怒浦臨海鉄道、その半田線とはまた違う路線、駅南線がここから伸びています。この貨物線は東浦を出るや否や知多半島から岡崎平野に浮気します。そうして名鉄三河線の縄張りにずこずこ踏み入り、高浜市とか碧南市を南北に闊歩します。そこにある碧南市も半田市と同じく鬼怒浦臨海工業地帯を担っています。第二次産業でふんぞり返る、そんな工業地帯とは対照的に竹豊線のこの付近は鬼怒浦港近辺という産業発展のバフが切れ、代わりに川沿いというスキルを生かしてか、そこかしこに水田が見えてきますって言ってはみましたが、反対側の車窓には住宅地が立ち並んでおり、線路が勝手に地域の区分けをしてるみたいな状況になってます。あっそうだ、さっき半田駅の高架化の話を少ししましたが、半田駅近辺の高架化は線路で分断された街を一体化させるっていうのが一つの目的。例えばここ小川駅近辺、高架になってますね。さっきとは打って変わって建物が立ち並び一体になってる感が生まれてます。奥にはイオンモールだって見えてますね。ともかく物理的に線路を高くすることは駅前の地位も高くすることにつながってます。給料だって同じですね。地位だけ高ければ実績が低くてもって言い出すと、俺の若い頃は界隈が騒ぐのでやめときますか。終わり盛岡駅到着。向こうには東浦ぶどうって書かれた看板があります。巨峰を栽培しているだけあって看板だけは一丁前にでかいですが、いかんせん主張の仕方が下手くそです。なんで80メートルも遠くにいるんですか。中途半端にちぐはぐな看板が立つ駅を出ると中途半端な立ち位置にされてしまったこの路線も終わりが近く、ラストは大府駅です。東海道線との乗り換え駅。さて、終わり盛岡から大府の区間に限っては伝統の基礎もなく新線を通ります。というのもこの区間は貨物線と旅客線が分離しているようで、貨物線の方はナチュラルに東海道線と合流するのですが、旅客線は一旦大胆に東海道線の線路をまたぎます。この旅客線の建設が推測ですが1975年頃、一方の貨物線の線路は1890年頃の地図にも描かれているっぽいので、貨物線の方がなんとなく威厳と歴史があります。しかし乗り鉄としては過去の東海道線支線をトレスしきれないのが辛い。だからといって一部の撮り鉄みたいに線路に踏み入っておっしゃ全線制覇だみたいなことはしませんが、
はい、大府駅到着。以上、竹豊線でした。もし地理的条件が違っていたら、開業しなかったかもしれない。縁の下の力持ち、竹豊線のことは、東海道線に乗るときにでも、ちょくちょく思い出してあげてください。では終わりましょう。お疲れ様でした。